はい、どうも、トンプキーです。今回はダニエルで使っているスキル装備デッキを紹介したいと思います。ランクは現在32です。32で使っているスキル装備デッキを紹介します。はい、それではまず、スキルなんですけれども、まあ、最初のスキルは、こちら。残忍性。フックのスピードとダメージが上昇します。はい、次に、吸血を入れてます。こちらはスレイプ化可能なクリーチャーが攻撃をするたびに体力が一定数回復します。これは結構、重要、おすすめです。はい、次に、こちら、耐久を入れてます。スレイプ化中の、クリーチャーがノックバックしなくなる。これも、おすすめ。かなり使える。スレイプ化する人は、この吸血と耐久。これは必須かなと思います。はい、では下に行って、こちら、破裂ゾンビを入れてます。こちら、凶暴化なので、こちらの方がおすすめかなと思います。はい、その次、アーマーゾンビを入れてます。アーマーゾンビ、耐久力の高い完全防備のゾンビ。こちらもスレイプ化可能なんで、これにスレイプ化すると、かなり強いかなと思います。はい、それではおすすめの装備を紹介します。最初はまず猛毒の爪。こちらはクリーチャーの攻撃力と感染度の上昇がわずかに上昇します。はい、では次、強靭な皮膚。こちらはクリーチャーの体力の上限値が上昇します。はい、それでは次に、強化フレームを入れてます。デッキにライフル系2つ入れてるので、ライフルの、最大装填弾数と使用可能時間がわずかに増加する、装備です。はい、それで1ポイント残ったので、こちらバッテリーを入れて、銃器の使用可能時間が、わずかに増加するを入れてます。はい、それではデッキの紹介したいと思います。こちら、ハイズルゾンビを入れてます。こちらはやはりコストが低いので入れております。はい、次に、肥大ゾンビを入れてます。ダニエルでやるときは、スレイプ化して戦うのが一番有効な戦い方なので、こちら、肥大ゾンビ。そして次に、アーマーゾンビ。こちらもスレイプ化できて、結構ね、体力もあるんで、結構強いです。はい、そして、肥大ゾンビの感染型。こちらも、普通にね、スレイプ化して、結構戦えるので、こちらを入れております。はい、それで、この中でスレイプ化するのは、今挙げた3人ですね。肥大ゾンビとアーマーゾンビと、肥大ゾンビの感染型。そして、第2ステージ以降は、こちら、破裂ゾンビだったり、こちら、アーマーゾンビも、使えるようになるんで、こちらもスレイプ化できるんで、こちらも使っていきます。はい、ではトラップなんですけれども、トラバサミのみを入れてます。はい、それで銃器に関しては、マシンガンと自動ライフルを入れてます。自動ライフルの有効な使い方の動画もアップしているので、そちらも参考にしてみてください。はい、それでダニエルでスレイプ化するときに結構重要になるのが、こちら、強化弾。こちらを撃って、その後にスレイプ化するとかなり強くなります。はい、では次に、省エネ運転ですね。こちらは、どのデッキでも結構必須になるかなと思います。はい、そして最後に電磁シールド。こちらでカメラを守るって感じですね。最悪ね、ダニエルの場合はスレイプ化メインなんで、電磁シールド入れなくても、いけるかなとは思います。はい、それでダニエルで使う時の、他のキャラクターとの大きな違いは、スレイプ化してさらに体力のある、クリーチャー。こちら、肥大ゾンビとアーマーゾンビを入れてるとこですね。こちらで、スレイプ化して、攻撃して倒していく。それが基本的な、行動になると思います。運命はまだお前らの味方かな？これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが、命令は命令だ。任せ。
単に死にやがって。カードキーを持ってけ。仲間を呼んでやったぞ。降参する時が来たぞ。ダニエル、ダニエル、ありがとう。見事なプレーだった。こいつは痛みを感じない。このお遊びにはしっかりもいいし。行くよ。的な方法とは言えない。だが はい、それではご視聴のありがとうございました。またいろんな、攻略動画上げていきますんで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。